キャッハー。この動きたまんないわね。ほらヨウム、あんたも叫んでみなさい。最高の気分になれるわよ。そんな急に言われても。キャッハー。もっと腹から声出しなさい、腹から。キャッハー。まあ、だいぶマシになったわね。それじゃあ次はマリサの番よ。いや、やらないぞ、さあというわけで今回から新シリーズ、エイペックスレジェンドをやっていくぜ。やっていきましょうか。あ、そうそう、このゲームは3人までチームを組めるから、今回はそこら辺に落ちてたヨウムを連れてきたわ。何その雑な紹介。よろしくお願いします。平成ヨウムちゃんちょっと堅苦しくない。何、緊張してんの？ぐぬぬ。とりあえず霊夢のうざがらみはほっとくとして、このシリーズは3人分の視点があるから、そこも楽しんでくれると嬉しいぜ。ふっふっふっ。エイペックスは私の一番得意なゲームだから、早くスーパープレイを見せたいわね。すごい自信だね。逆に私はあまり得意じゃないから、今から不安だよ。まああまり気負わず楽しんでいこうぜ。そうよ、私がカバーするから安心しなさい。あんまり安心できない。せっかく励まそうとしたのにひどい。うわー。やっちゃった。ごめん二人とも。まあまだ最初だしすぐ蘇生できると思うから、あんまり気にしなくていいぞ。はぁ、しょうがないわね。その分蘇生した後に働いてもらうわよ。頑張るよ。とりあえず落下には注意だな。はい。さてヨウムも蘇生したし、敵を探しに行くぞ野郎ども。私たちは野郎じゃないがな。それだったら、行くぞ女ども。それはそれでなんか嫌だね。細かいわねあんたたち。そんなこと気にしてないでさっさと行きましょう。やばい敵にスキャンされた。よし、そいつらやりに行くわよ。お前やけに好戦的だな。何言ってんの、カジュアルなんてすぐ敵がいなくなっちゃって、気づいたら最後の2部隊でした。なんてこともあるんだから倒せるうちに倒さなきゃ。私がスーパープレイで気持ちよくなれないじゃない。理由は納得だが最後のでいろいろ台無しだぜ。もう大丈夫。私が来た。わぁ、オールマイトが来た。ふっふっふ、一度言ってみたかったのよねこれ。まあ私も強さで言えばオールマイトレベルと言っても過言。じゃあ拳で全員倒しちゃってください。すみません言い過ぎました。そんなことより敵にスナイパーがいて厄介ね。もしかしたらこれで軌道し結構離れてるんじゃないか。ちょっとヨウムスキャンしてみてくれる？オッケー。やっぱりこっち側には二人しかいないっぽいな。それなら合流されちゃう前に倒したいわね。よし、今行っちゃいましょう。とりあえず一人はその乗り物の近くにいるっぽいな。ごめん私今回復しててすぐには行けなさそう。オッケー、とりあえずこの敵だけ二人で倒しちゃいましょう。お、すれ違って下に落ちてきたぜ。これは物食べよう。ナイス。さてもう一人近くにいたはずよね。ちょっとスキャンしてみるね。いたわね、当たりそうだしウルト打つぜ。私はこっちよ。ナイスラドリ。うひゃー、これだからホライゾンは最高なのよね。これ私のウルトいらなかったな。まあ結果的にはね、でも敵がウルトにビビってる感じで交代していたから、弾は当てやすかったわ。待って、そんな話してたらラストの敵発見。ナイス。あれ、今の敵私たちの誰にもキル入ってなくないか。いや別の部隊来てるんかい。これは一度さっきの家まで引こうぜ。まあそれがいいかもね。やばいシールド割られちゃった。そんなのツバつけとけ治るわよ。治るかい。うわ、なんか突っ込んできた。ナイスキル。あ、危ない。私が狙われてたら倒されてたよ。もしかしたらヨウムを追いかけてきたのかもな。何はともあれ運が良かったわね。お、こっちに向かってきてるぞ。全く当たらないぜ。あれれ、マリサちゃん、ちゃんと当ててもらわないと困っちゃうよ。ぐぬぬ。そうやってすぐ煽るんだからレイムは。おい、レイムの方に行ったぞ。まあ、任せてくれや。おっと、そっちか。あと少し。よし。こっちは倒したわよ。お、ナイス。こっちは上からめちゃくちゃ撃たれてるよん。一応撃ち返したんだがこっちの方がダメージもらっちまったぜ。痛い。ね、めちゃくちゃダメージ食らったわ。敵の人うまいね。やばいですごい勢いで詰めてきた。ちょい待ち、エミキマいたら行く。よし、まずはそいつ倒しちゃいましょう。了解。私少し遅れるね。こんな時にマスケフで14ダメージとか出るなよ。なんてこった、マリサが倒されちゃった。この人でなし。いやそんなこと言ってる暇があるなら起こしてくれ。しょうがないなぁ、起こしてあげるよ。ぐぬぬ。おい。まあ、ありがとな。いいってことよ。やべ、今気づいたんだが体力回復がない。霊夢持ってないか。持ってないわね。そうか。ヨウムは。ごめん私も持ってない。あ、すまん、これ死んだな。マリサー。あ。なんてこった、マリサが倒されちゃった。この人でなし。いや何回それやるんだよ。負けたー。すまん私がいろいろしくじった。仕方ないよ。私もあんまり活躍できなかったし次は二人とも頑張ろう。よし、次の試合行くわよ。
さて、スカイフックに降りたわけだけど、見てた感じ的は来てなさそうだったし、ゆっくり癒されそうね。今回は落ちない、今回は落ちない、今回は落ちない。逆にスカイフックでどうやって落ちるんだよ。そうやって油断して落ちても知らないよ。さすが、ヨウム貝と説得力があるわね。ぐぬぬ。そういえばさっき降下してる時に、カウントダウンに何パーティーか降りてるのが見えたから、さっさと漁って漁振りに行きたいな。いいわね。それじゃああんたたち、急いで漁るわよ。はい。急ぐぜ。なんか思ったより漁っちゃったな。いやー、スカイフック独占できるとなると欲が出ちゃうわね。でも装備は結構充実したよね。問題はまだ敵がここにいるかだけど。足音がする？まだ移動してなかったか。ここで勝ち残った人たちだから強いチームかもね。とりあえず50ダメージ入れた。お、いけるか。あ、でも待って、バンガロールルトの光が見えたから危ないかも。いや、でもウルト発動してなくないか。え、おかしいわね。見えたと思ったんだけど。見間違いかな。いや、やっぱりあるわ。本当だ、なんかバグってるっぽいな。でも今はそんなことより奴を追うわよ。地獄の果てまで追いかけて蜂の巣にしてロビー送りにしてやる。霊夢、恐ろしい子。さて、溶岩港まで来たけど敵はどこかな。あいつすげえウッキウキだぜ。逆に怖いよ。怖いとは失礼ね。私はただ逃走を求めてるだけ。さあ見つけたぜ。完全に戦闘狂で草。敵は何人いるかな。一応一人しか見えてないけど、まあ三人いるの前提で行きましょ。狂ってるように見えて戦闘の時は意外と冷静なのな。お前何言ってんの。私はいつでも冷静でしょ。えお前たち、そんな話してないで早く行くぞ。ねえマリサ、私っていつも冷静よね。この話はなかったことにしようか。そうね。まずは目の前の敵に集中しようぜ。と言っても話しているうちに敵を見失ったわね。2階にはいない？うん、後ろから足音がするぜ。おわ、こっちにいたぞお前たち。今行くわ。ごめん私は間に合わなそう。とりあえず試験はしとくね。よし、とりあえず一人やったぜ。ナイス。ノックダウンってことはまだ近くにいるかもしれないわね。お、さっきの敵のチームメイトが来たぞ。へっへっへ、もうあんたたちの仲間はデスボックスになってるわよ。悪い笑い方してるなぁ。多分3対2だと思うから無理しなければいけそうだな。とりあえず一人シールド割ったわ。どうする？詰める？詰めるにしても上にいる奴が厄介なのよね。じゃあ私がウルト投げるからその隙に行っちゃおうぜ。おう、ナイス。じゃあ私は下から行くわね。オッケー、私とヨウムは普通に上から行くぜ。うまくいけば挟み撃ちできるかもね。てか、自分のウルトで少しダメージ受けちまった。ぷ、可愛らしいミスしてるわねマリサちゃん。やかましいわ。お、いたいた、後ろから失礼します。ナイス、残りの一人はどこかな。お、足音、そっちにいたか。120ダメージ入れたわ。これは一人でいけそうだな。よし、これで部隊全滅ね。二人とも強すぎて私何もできてないよ。いや、私もだぜ。ほとんどは霊夢がやったぞ。ふふん、これで少しは私のこと尊敬したでしょ。まあエイペックスに関してはな。何よ、私の全てを尊敬しなさいよ。いや無理だろ。そんなすぐに否定しなくてもいいじゃない。二人は仲良しだね。どこか。そういえば今更だが二人の好きな武器を教えてくれよ。何よ急に。いやお互いの得意武器を知っておけば優先して渡したりできるだろ。だから今のうちに聞いておこうと思ってさ。なるほどね、納得したわ。よし、それじゃあヨウムから好きな武器を教えてくれ。私の好きな武器はね、あんまりやり込んでるわけじゃないから今後変わるかもだけど、今好んで持つのはボルトと R99 かな。サブマシンガン系か。近距離とかで撃てば結構ダメージが与えられたりするからいいよね。なるほどね。逆に苦手な武器はなんだ。それはディボーション一択かな。お、なんでだ。あの撃ち始めが遅い感じがすっごく苦手なんだよね。それと最初の頃に強い武器を調べてそこでおすすめされてたから使ってみたんだけど、その時全く使いこなせなかったのも理由かな。なるほどな。まあディボが強いのは本当だけど初心者が持つには癖が強いわよね。それじゃあ次、霊夢はどの武器が好きなんだ。私は R99 が一番好きね。あ、お前よく使ってるよな。最近じゃあボルトの介護官なんて言われてるけど、やっぱり昔っから使ってる99の方が好きだし、使いやすく感じるのよね。実際お前の99はマジで活躍してくれるからな。逆に嫌いな武器はエルスターね。モザンビークとかは一周回って可愛げがあるけど、エルスターは弾速遅いし弾のエフェクトで前が見えにくいしで、好きになる理由がないわね。まあ他の武器と違う面白い性能ではあるんだが、強いかと言われると強くはないな。それじゃあ最後にマリサ、あんたの好きな武器と嫌いな武器は何なの？私か。私は基本的にジブを使うから、マスケフは大好きだな。ジブとマスケフのコンビは強いわよね。それに合わせて中遠距離で戦える武器が欲しいから、ヘムロック、301、ボルト、G7 あたりもよく持つな。キャラに合ってる武器を基本的に持つわけね。そして嫌いな武器はP20だな。ああ、初動とかで落ちてた時の外れ感すごいわよね。あんまり強くないってのもあるんだが、私、連射が苦手なんだよな。あ、そうなんだ。連射するスピードもめちゃくちゃ遅いし、早くしようとしてもエイムが全然合わなくなるんだぜ。まあそこら辺は慣れよ、慣れ。まあ私の好きな武器と嫌いな武器はこんな感じだな。よし、これで私たちそれぞれの好きな武器が分かったし、今後はこれを参考にして、おのおの持つ武器を決めていこうぜ。あ、今気づいたが、もう敵は2部隊しか残ってないな。あ、ほんとだ。カジュアルは本当に部隊の減りが早いわね。ってそんなこと言っていたら敵がいたわよ。わお、ナイス作敵。ただここで戦うともう一つの部隊に魚振られるから、できれば敵同士で戦ってるところに攻めたいな。あ、銃声だ。これはチャンスよ。全軍、突撃。全軍って言っても3人だけだがな。
さて、私の獲物はどこかしら。うへへ、こいつも受かった気で嫌がるぜ。霊夢、最後まで油断しちゃダメだよ。なんたってこのチームには私がいるからね。ドヤ顔で自虐ネタ言うとかどんなメンタルだよ。くっ、なんかごちゃごちゃしてて状況がわからないわね。あ、でも一人アーマー割れたわ。まだ2部隊残ってるから少し慎重に行こうぜ。そうね、今いる場所は射程も多いし悪くないかもね。なかなか行けそうなタイミングがないね。お、左に行こうとしてる敵がいるな。今のところ誰と誰がチームなのか全くわからないわね。あ、さっきの人が向かった方向から銃声が聞こえるよ。またまた大チャンスだな。今度こそ倒しきりましょう。一部隊全滅したな。最後のチームは何人残ってるかな。とりあえず体勢を立て直される前に攻めちゃいましょう。オッケー、もう少し近づいたらスキャン発動するよ。ナイススキャン。敵は横の家の屋根にいるみたいだぜ。何人見えた。スキャンに映ったのは一人だけだったな。それじゃあみんなで詰めちゃいましょうか。了解。敵さんまだ屋根上にいるな。こんにちは。とりあえずそこそこ削ったわ。あ、下に降りた。部屋の中に入ったみたいだな。私はこのまま追いかけるぜ。頑張れ。ちょっと遅れるけど私たちも後ろから行くわ。ジグマスティフの力見せてやるぜ。ほい。ほい。よっしゃ、チャンピオンだぜ。ナイス。やったわね。ふう。とりあえず勝ててよかったな。初回でチャンピオンなしは格好がつかないものね。あんまり活躍はできなかったけど、やっぱりチャンピオンは嬉しいね。これも私の活躍あってこそね。二人とも、私をあがめなさい。お前は最後までぶれないな。